皆さんはじめまして、サンと申します。今回なんですけども、自己紹介を兼ねてリーグオーダーとリアタイオーダーの紹介をしていきたいと思います。と紹介する前にですが、自分は廃課金ではなくて、だいたい月に1万前後、または全く課金しない月もあります。と安売りのエナジーがあったりとか、あとはどうしても引きたいガチャがあった時に課金するようにしているので、まあ、それを踏まえてオーダーを見てくれればなと思います。リーグオーダーは西武純正の方で組んでいて、2年前から始めました。選手は野手、投手ともに S で全て組むことができていて、特訓も特殊能力もマックスにしています。今現在のチームスピリッツは 89,434、 コンボ上昇量が 18,49 となっております。今年のシーズン2が始まって、野手のオーダーを組むときに一番の目標にしたのが、パソ同値の選手を4人作ることでした。理由は超大胆不敵と超疾風陣雷の2つのコンボを出したかったからです。選手メーカーを見たときに、パソ同値を狙える選手たちが多く揃っていたので、 OB の選手たちやワールドスターの菊池雄星さんも取ってない分、コンボ上昇量を上げれるのであれば、できるだけ上げて対抗していこうと考えました。パソ同値にできるのが栗山選手、愛斗選手、殿崎選手とシーズン1のスパンジェンバーグでした。スパンジェンバーグはシーズン1で完了して、栗山選手は全同値、愛斗選手と殿崎選手は称号で同値にすることができました。他はミート型の森友哉さんを除いて、パワー4人、総力4人でオーダーを組んでいます。投手の方なんですが、超力旋風筒と超変幻自在の2つのコンボは出せています。あと9位以上の選手を8人以上で出る超剛腕投手陣を出したいんですが、1人足りないので、今のところはコーナーさんをゲットして称号で A に乗せて超剛腕投手陣を出したいなと思っています。おそらくこのコンボが出れば1万戦近くにはなれると思うので、純正の最強決定戦が始まる前には獲得したいなと思っています。続いてはリアタイオーダーの紹介をしていきたいと思います。今年の目標で打率5割をキープしながら9戦になるという目標を掲げてました。9戦にはなれたんですが、打率の方が4割5分から調子良ければ5割を超すような感じです。来年は5割以上をずっとキープできるような打力を身につけていきたいと思います。リアタイオーダーはその日の気分なんですが、西武純正で戦うこともあれば、西武以外の選手を使って戦う時もあります。今回は西武純正のオーダーを紹介します。リアタイオーダーにはワールドスターの秋山さん、 OB の秋山さんと石毛さんを入れてます。ちょっと攻撃的にしたかったので、殿崎さんをライトに使って、セカンドは佐村さんを置いて、 DH に石毛さんを使っています。石毛さんは称号でパワーを A に乗せてて、ラインドライブで広角なのですごく打ちやすいです。まだスピリッツが3200のままなので、今年 OB で出てきたら狙っていきたいと思います。またショートは源田さんをスタメンで使って、打順が回ってきたら松井稼頭央さんを使っています。続いてはピッチャーなんですが、先発はこの5人で回しています。他の球団よりはやっぱ先発陣は手薄にはなってくるんですが、やっぱ中継ぎが結構強力だとは思うので、もう先発が無理ならすぐスイッチするような感じにしてます。ただ吉川さんとニールとギャレットはリアタイで結構大事に使ってたので、みんな対談するのがちょっとショックですね。なかなかリアタイ向きのピッチャーが来なくて、余裕があったら3人ともスピ解放はしていきたいなとは思っています。最後になりますが、結構ガチガチな投稿になってると思います。ですが、自分の西武純正のリーグオーダーやリアタイオーダーが少しでも参考になってくれると嬉しいです。これからはリーグオーダーの他にリアタイの動画も開けていきたいと思いますし、西武純正だけじゃなくて他のチームの選手のことも使っていきたいと思います。また今マー君 OB セレクションが登場しています。カブレラ選手を取りに行くつもりなので、ハッピーニューイヤー福袋が来て、状況を見ながら確実に取りに行きたいと思います。もしこの動画を見て興味を持ってくれたら、高評価やチャンネル登録をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。